全部出せてる、全部出せてる。おお、うまい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 。これはうまい、いいパリだ、いいパリだ。いい100機よ。はい、うわはい、うわ、おぼろ、うわ、ジャスパ、ジャス。今日はネロちゃん進行か。はい、お、ついにですか、ネロちゃん進行で、うん、皆さんどうもこんにちは。今日はですね、こんにちは、こんにちは、はじめましての方もいらっしゃると思うんですが、ナウマンさんというですね、デトレーションフォーカスミンに所属されている、すごいよ、あのね、うん、あのだよ、あの DFM あの DFM の、めっちゃ持ち上げてくれるじゃないですか。いやいや、あの DFM ナウマンと誰るんですか今日。そうなんです、うん、私がですね FM の方とちょっと仲良くさせてもらってて、お別件でね、うん、ズルじゃねえかよ。ズルしました今回に関しては。あ、ズルしたんだ。はい、させていただきました。でお声掛けしたらね、ぜひという形でナウマンさんにね来ていただけることになりました。いや、もうぜひぜひですよ。ちょっとね、ありがとうございます。むしろ僕らの視聴者の方はね、本当にあのストロークもそうだし、あのプレイヤーの方も多分存じない人が多いと思うので、軽く自己紹介いただけたり、はいはいはい、あ、そうですね、デトレーションフォーカスミーというチームに所属してます。ストリートファイター6ね、格闘ゲームのプロゲーマーやってます、ナウマンです。お願いします。なんかあるかな、よろしくお願いします。なんか、うん、なんか目標とか多分あった方がやりやすいと思うんだよね、はい、目標的な。あれだよ、企画あるよ。え、どんな企画なんですか。いや、見てますよ。いや、その企画での目標でしょ。僕は発表していいですか。じゃあその目標お願いします。お願いします。お願いします。プテはやっぱりさ、もうマスターなわけじゃないですか。うんうん、強い、はい、強いと、プテちゃんは。まあ、ぼちぼちやってます。でアベレージも、まあ、結構練習したと、はい、そうですね。ルークがまあ一応あのゴールドですね。この後にも恥ずかしいゴールドで、僕とネロちゃんは、まあ、ペーペーだと、うん、シルバーブロンズね、うん、いや、そう、シルバーブロンズ、まあ、シルバーですよ2人とも多分ね、うん、だからプテがアベに一旦付きっきりで教える、うん、で僕とネロちゃんはナウマさんに教えてもらう、はいはい、うん、はいはいはい、でどっちが勝つのか、おで一旦やった後、はい、僕はアベレージに1時間教えられるんだよね。いや、そうです。で、まあ30分30分ぐらいかもしれないから。いや、そう、まあ、30分だと僕らは基礎をこう教えてもらう。ルークがゴールドで、あの、うん、ゴーキがブロンズなんで、今回ブロンズのゴーキをちょっと頑張っていく。あれじゃね、ネロちゃんとなんか被っちゃうから、うん、ルークでいいんじゃね。あ、大丈夫、うん、まあ、どっちがいいかな。なんでも、いや、ルークで大丈夫ですよ。僕教えたらもう、おお、そうですよね。そうそう、ね、いいっすか、むしろ。え、だって今の発言聞きました。たよ、舐めてますよこいつ。口ぷ。おい。生に見れるの嬉しい。ちなみにアベレージさ、ちょっと言っとくけど、この前お前アベレージ俺にボコボコにさせてやん。いや、あん時は豪気っすよ僕。え、そうそう、だからルークでいい。ルーク出たらもうとんでもないですよ。正面ちびりますよ。いやいや、もう僕教えた方がとんでもないですよ。そんな。そうっすよね。そりゃそうですよね。じゃあもうルークでちょっと磨かせていただきます。だプテアベチームとナウマンさんネロメアのチームに一旦分かれて練習して、うん、まあ対戦する、はいはいはい。僕とアベレージ、ネロちゃんアベレージが対戦する。じゃあそんな感じで今日はやらせていただきましょう。うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ネロちゃんさんから。お、ありがとうございます。あ、ネロちゃんさんかなりでも基礎的なことできてて、本当ですか？アシストコンボとこれ使えてましたね。ああ、そうですね、今日これ使えてましたね。今日アシストコンボですね。そうなんですよ、うん、これね、格ゲーやっぱ相手の体力削るゲームなんで、うんうんうん、アシストコンボ決めるのがもうめちゃくちゃ大事なんですよ、うんうんうん、でアシストコンボ決める手段が一個がインパクトっすね、うんうんうん、あのさっきもインパクトから決められてたんですけど、うん、あ、いいですね。でこんな感じでこれ相手の攻撃受け止めた後のインパクトって相手に当たるとこの膝崩れっていうんですけど、うん、なんかド派手な演出入ってバゴーンってなるんですよ、うん、そうですよね。でこっからはやっぱこのコンボ、うん、てかアシストコンボ決めるこうチャンスになるんで、うん、これできてたのかなり良かったっす。なるほど、ありがとうございます、うん、で壁際なんですけど、壁際はこれアシストコンボ入んないんで、うんうん、ちょっとで特殊なんですよね。そうですよね。そうなんですよ。だから壁際はこういうのにする必要がありますね。はい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 。アシスト台からまあなんか前 SP で適当に剣も、うん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 、あの同じですね。
足台、うん、アシスト台やって、まあ、ASP、うんうんうん、が、いい感じかなって。なるほど。はいはいはい。で、まあ、アシストコンボ決める手段がもう一個あって、飛びですね。相手の頭狙う感じで、ちょっと目押しになるんですけど、そうですね、そうですね。で、もし行けたら、アシスト中とかにするとか。はい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 。って感じですかね。この後に。ああ、そうですね、そうですね、そうですね。のね、2つがだいぶ強いです。なるほど。インパクトとジャンプからアシストコンボを決める。で、そうなの？はいはいはい。そうですね、これも結構多分初心者隊だと強いですね。刺さりますよね、長いし。あとはね、やっぱこれっすね、豪気は。まあ、そうっすよね。豪気の花は波動拳です。強いんだ。めちゃめちゃ強いです、これ。立ち SP を。無限にやってるだけで。そう、無限にやって。で、大事なのが、相手飛んでた時ちゃんと対空出す。はい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 。っていうのがすごい大事なんで。これやらして、飛んできたら、本当はこれやらなきゃいけないですね。そうですね。飛んできたら、勝利拳をやるっていう。うん、だから自分から攻めたいときは、この飛びとインパクトと、この100機を繰り出して、で、ちょっと待つ、これチルタイム作るときは、波動拳でやって飛んできたら落とすみたいな。はいはい、そうですね。基本これですね、もう本当に。もう基本これです。飛ばせて打つっていう。飛ばせて落とすが、だいぶ。これ波動拳打ってると、うん、波動拳ってインパクトと飛びにすごい弱いんで、うん、そうですね。だからたまにインパクトだけを見るっていう、はい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 、なんかなんか見るとき、こうやってうろうろしてるとちょっと見づらいと思うんで、格闘ゲームって基本的にしゃがみガードしておけば、うん、技食らわないんで、うん、そうですね。だからなんか落ち着いてしゃがみガードしてインパクトだけ見るとかいう時間作ったり、上だけ見るっていう時間作って、うんうんうん、るのを最初は結構おすすめしますね。ああ、なるほど。これ本当に悪いことほぼ起きないんで、しゃがみガードって。そうです、ね。めちゃめちゃ歩いてきて投げられるとかなんですけど、うんうん、もうこんな距離歩いてこないです。もう。まあまあまあそうでしょうね。こんな歩いてきたらなんかボタンを押すみたいな感じになりますかね。うん、できたらね。うん、でそうですね。こういうのやって。うん、ああ強いそれ。これめっちゃ強いですこれ。うん。これすごい強いんで、やっぱこの後本番があるんですけど、うんうんうん、勝ちてってなったらこれをこすりまくるのをおすすめします。あ、本当ですか。めちゃめちゃ強いですよこれ。下段だと無理ですもんねこれね。あ、これしゃがんでたらダメですね。ああなるほど。いや本当に立ちかこれしか無理なんだ。あ、いやそれできたら、そうっすね、それできたらもう相手うまいわでいいですよ。すごい強いんでこれ。そうっすね。これにやっぱ対空出せも相当難しいんで、うん、もうこれでもいいぐらいですね。あ、そうっすね、しゃがんじゃうもんな。これの後に投げでもいいんで。はい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 。最初はこれに対応するのマジできついと思います。これだけでも、豪気やだってなっちゃうな、これやられたら。うわー、確かにこれ、この動きはちょっと練習、要練習だと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。お二人とも招待をくれますね。大丈夫ですか。何が仕上がりました。これうちのアベレージ仕上がりまくってますけど、地平道吐きながら思いましたよ。まあまあまあやってみてからにしてくださいよ。俺たちが負けたら、ね、俺たち負けても後ろに並ばせるんで、うん、大将いますから、うちの大将には、うん、僕まで待ってこないですよ。待ってこないですよ、僕まで。だいぶうまくなったからな、で二人。本当ですか。手応えあり。いや、マジ上手くなった。いや、まあ、教えてもらったことがすぐできることばっかですごい、なんか、嬉しいな。じゃあ、入りまーす。お願いしまーす、はい。多くは語らなくていいからね、ネロちゃん、俺は。そうです。語る必要はない。全部教えたんで。プレイで語るから。プレイで語るから。よし。お願いします。お願いします。うわ、頑張れ、ネロ。負けるな。頑張れ。あおれ、あおれ。いけー、アベレージ。いけるよ。おい、100機いいよ。100機見えた。まずい。なんかアベレージゲージが苦しいぞ。おお、うまい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 。これはうまい。いいパリだ、いいパリだ。なに、パリだと。いいぞ、100機を見せてる。パリなんてやったことは。はい、いいよ。あー、これ吹っ飛ばされるやつ。飛びがうまいな。いい飛びだ。はい、投げだけだと。ラップ
アメちゃんゲージがゲージを開くのだな。ナイスバブサッター。押せ押せ押せ。危ない。うまい。うまい。チャンプが多いな。わあ、縄跳びちゃんとしてる。いいよ。まずい。いけるか。一旦回復して。素晴らしい。あーちょっといやでかい。あーでかい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 。おー一旦ね一旦ね一旦撃つ。あーマジか。あ惜しい惜しい惜しい。見せて見せて見せて。ぶつけゲージないよアビちゃん。アビちゃん。はい。アビ勝ち割りか。ナイス。頭勝ち割り。よーし。その技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 ですよね。ほらほら上から来るぞ。全部出せてる全部出せてる。やばい。ほら相手の相手の上昇の方が強いのか。いいぞそれその技。あ違う違う違う。えでもいいよアベレージもできてるよ。はいはいはい。アベレージも全然できてるよ。いい対空だ。あいいそのコンボいいよ。えほらラッシュ投げとか。うわネロシャレなんだけど。えらいない。まあ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 、おお、ある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 。まずい。やばい相手マジで当たってしまった。まずい。あマジである。マジでした。いや惜しい。いやてか俺余計なこと教えちゃったな多分。いやそんなことないですよ。いいね。よやばいやばい。いやジャンプうまいな。いいジャンプだ、いいジャンプだ。あーちょっと返してたのに。ラッシュ投げうまいやん。あれいや、あーうちだ。うわついてねえ。ついてねえな。あーうまい。あーくそ。まあ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 。確かに。2先にします。いや2先でしょ。2先設定してます。あーオッケー。頑張れネロちゃん。よかった耐えた。アメちゃんまあまあまあ落ち着いて落ち着いて。これやばいんだよな。でかいこれ。いいねいいね。これマジでかい。減りすぎ。初コンボだよ。いいね。はい痛い痛い痛いよこれ。痛いよ。いいよいいよ。まあまあまあ一旦ね。ないかな。惜しい。回復出そうとしてた。うぅ、危ねぇ。うわぁ、危ねぇ。あ、安い。あー、マジでやっちゃってるこれ。あるよ。落ち着いて、落ち着いて。ある。大丈夫。やばい。あと一発か。はいぃー。おぉ、マジすげぇ。いいね、いいぶっぱ。よし。いいぶっぱよ。いいぶっぱだな。うまいね。うまいよ。うまい。いい百鬼よ。はい。うわ。うわ。はい、うわ。オーボロ。まずい。苦しい。あいばいちょっと。ああ。いいよ。まあまあまあ。いいよ。はい。いやパリうまいんだけど。うまい。はい。投げて。うますぎるパリが。いいよいいよいいよ。いやナイス。まあ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 、いや偉いなこれ。 SSC のコンボできるようになってる。いやアシストコンじゃないから手入力。手入力ナイス。大丈夫。うん、壁がある。オッケー。まあまあまあ、やばいね。まあ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 、ゲージゲージゲージ勝ち、ゲージ勝ちしてる、ゲージ勝ちしてる、ゲージ勝ちしてる。いいよ。うわジャスパ、ジャスパ。まずい。壁を迫された。うわ、危ない。ガオ間に合うの。危ねえ、強100。やばい、ミスってる。あ、飛びが。いや、うまい、えらい、こいつえらいぞ。いやー、あったくっそ、なんでデスインパクトが。バスだ、惜しい。負けました。強くなってる、すげえ。惜しい。参りましたわ。惜しい。ちょっとあの、さっきの1時間前より試合感がちゃんとあって、いや、ちゃんと出てる。ぐちゃぐちゃじゃなかった。いやめちゃめちゃ惜しかったんだけどな。惜しかったっすね。いやでもうちには先輩がいますから。頑張るよ先輩。頑張ってください。アメちゃん頼むよ。頑張ります。意地見せます。いける。ベイヤーさんもだいぶ変わったからな。